クリップスタジオペイントはコミックストディオやエレストディオなどで知られるセルシスによって開発されたプロプライエタリなペイントソフト、漫画原稿制作ソフト、クリップスタジオファミリーの一つ。略称は公式は最初 CSP と呼んでいたが途中からクリスタと呼ぶようになった。しかしクリップスタジオ及びアクション、コーデ、モデラと区別するためユーザー間ではクリペと呼ばれる場合もある。 2011年5月19日に実験的なペイントソフトであるクリップペイントラボが無償公開され、それをもとに2012年5月31日よりクリップスタジオペイントプロとして発売された。上位バージョンとして漫画向けの機能を強化したクリップスタジオペイント EX が2013年2月1日に発売された。ダウンロード版とパッケージ版月額500円。 1000円のバリュー版が販売されている。コミックストディオとエレストディオの事実上の後継ソフト。北米及びヨーロッパでは、クリップスタジオペイントプロを漫画スタジオ5.0の名で発売されていたが、2016年3月以降は、クリップスタジオペイントにすべて製品名が統一された。2017年11月8日にクリップ、スタジオペイント EX4iPad がリリースされた。 2018年4月26日にクリップ、スタジオペイントプロ 4iPad がリリースされた。2019年12月5日にクリップ、スタジオペイント 4iPhone がリリースされた。新開発の描画エンジンを搭載しており、ペンタブレットでの滑らかな書き心地を実現している。Windows に加え、MacOS、iPad、iPad Pro にも対応している。 また、2019年12月5日には、iPhone 版がリリースされた。3DCG のキャラクターや背景を配置し、作画の参考にすることができる。コミックス Studio やエレストディオは3 2ビットだったため、メモリに 2GB の制限があり、高解像度画像やタレイヤー画像などの作業に難があったが、クリップスタジオペイントは6 4ビット o s にネイティブ対応したため、 メモリ制限を気にせず作業ができる。またマルチコア CPU にも対応している。iOS、Android アプリの Ibis Paint との連帯機能を搭載している。Ibis Paint で作成したイラストを Clip Studio Paint で開くことができる。PSD 形式の入力と出力に対応しているため、Adobe Photoshop との連携も可能。ありがとうございます。